えー、皆さん、こんにちは、はいえー。このビデオは、国際交流基金トロント日本文化センターのオンライン日本語教師研修のための反転授業の動画として作られたものです。はいえー、私は講師の村上義文と申します。えー、今から、えー、画面をシェアしたいと思います。えー、ちょっと待ってくださいね。はい、画面のシェアします。はい はいえっと、画面シェアできているでしょうか多分できていると思って、えー、続けたい,いと思います、はいえー、このビデオはですね、えー、YouTube で、えー、公開していますのでいつでも見ることができますが、えー、スクリーンショットを撮ったり音声をダウンロードしたりしても構いません、えー、日本語がとても上手な人にとってはかなりゆっくり話しますので、えー、そういう人は1.5倍か2倍ぐらいのスピードで再生するのがちょうどいいと思います 著作権はクリエイティブコモンズになっています。クレジットを入れていただければ、すべてをそのままコピーして、ソーシャルメディアなどで共有していただいても構いません。本日の予定はこちらのとおりです。まず最初に本日の予定、本日の目標を紹介し、次に文系シラバスと行動中心アプローチの違いを説明します。 えー、そして行動中心アプローチのシラバスを作る準備の一つとして日本語教師の行動リストをご紹介します、えー、これはまだあの日本語教育の経験がない人のために、えー、日本語教師の仕事がどういうものかを一部分ではありますが知っていただくことも目標にしていますそして今度は、えー、皆さんが自分の行動リストを作るために どんな分野のの行動リストををばいいいかを考えていただきます。そしてこれは来週までの宿題なのですが課題などですがご自分の行動リストを作っていただきますのでそれに関する説明を最後にいたしますそれでは早速予定通り今日の目標からご紹介します最初の目標は文系シラバスと行動中心アプローチの 違いを説明できるということですそして次の目標は、えー、普通の日本語教師の行動が説明できるということですただし、えー、日本語教師の仕事は、えー、場所によってとても違うのでこういう行動をしない人もいるかもしれませんそして三つ目の目標は自分の強みを説明できるということですこれは最終的に皆さんの作るコースのシラバスになりますので どんな日本語教師のあどんな日本語学習者のためのコースを作るかということに直結していきますえそして、えー、これは今日の目標というより今週の目標ということですがオンラインの話し合いの後で次の週までの課題として自分の強みとなる分,分野の行動リストを作っていただきます、えー、今週の あすみません。今日の最初のトピックは、えー、文系シラバスと行動中心アプローチの違いです、えー。まずは出発点です。文系シラバスでは、まず言葉があって、その言葉をどう,どう教えるかということを考えます。一方、行動中心アプローチでは、まず行動があって、その行動を行うためにはどんな言葉を使うかを考えます。次に目標ですが、 文系シラバスでは、日本語はどんな言葉なのかを学ぶことが目標です。まあ、これは文系シラバスに限らず、えー、概念シラバスとか、えー、他のシラバスでも多く共通しています。えー、そのため、一つの課が終わった時には、その課で習った文系や概念などが、えー、できるように分かっているようになっていなければなりません。一方で、行動中心アプローチでは、 日本語ででで何ががきるようにななったかか大切す。す。シラバスの作りり方もかなり違いま文系シラバスでは文系積み上げ式といって積み木のように基本的な文系から勉強してその上に少し難しい文系を載せるように勉強していきます例えば「手はいけません」とか「手もいいです」を勉強する前に手形をしっかり勉強,勉強します 一方で行動中心アプローチでは、螺旋状に何度も同じところを通りながら勉強していきます。この違いについては来週もう少し勉,勉強します。文系シラバスのように言語知識を教える考え方の中には、オーディオリンガルとコミュニカティブアプローチという考え方があります。私が大学生だった 30年ほど前はちょうど語学教育の中心がオーディオリンガルの時代からコミュニカティブアプローチの時代へ変わったばかりの頃で、まだどちらの方がいいのかということが議論されていました。オーディオリンガルの時代の代表的な教科書としては、みんなの日本語という有名な本があります。コミュニカティブアプローチはいろいろな教科書がありますが、例えばジャパンタイムスの元気もその中の一つです。 元気も典型的な文系シラバスの作り方になっています。なお、コミュニカティブアプローチは、文系シラバスの他にも概念シラバスや機能シラバスなど、他のシラバスでも使うことができます。しかしいずれにせよ、まず教えるべき言語知識があって、それを覚えるためにインフォメーションギャップなどを用いたロールプレイを行うという点で、 えー、文系シラバスの発想と同じだということができます一方で行動中心アプローチの主な教科書としては日本の国内では島田和子先生が中心になって作られたできる日本語が有名です海外の日本語学習者向けには国際交流基金の丸ごとシリーズも、えー、使われています この二つの考え方の違いが典型的に現れるのが先生方の以下のような発言です。文系シラバスではまず言葉が先にあるので何らかの表現を見たときにこの表現が使われるのはどんな場面だろうと考えます。こういう考え方をする先生は文系シラバス的な考えの人です。一方、行動中心アプローチでは人々の行動を見て この行動をするのに必要な言葉や文法は何だろうと考える教師が多いです。では、ここからは今日の2つ目のトピックである日本語教師の行動リストについてご紹介します。これは日本の国内の日本語学校でティームティーチングで教えるパートタイムの先生の場合の例です。ここでは毎日いつもする行動と 毎学期いつもする行動といつもではありませんがよくある行動をリストにしています。毎日する行動を見てみ、考えてみると、例えば引き継ぎメモを読んだり、授業準備をしたり、電車で出勤したりといったことが挙げられます。毎学期やることとしては、次の学期のスケジュールを決めたり、期末試験をしたりということがあります。また いつもではありませんがよくある行動としては例えば風邪をひいて主任に連絡したりあるいは逆に主任から病気の先生の代わりに授業をしてくださいと頼まれたりすることがありますこれぐらいの大まかな行動だとまだ教えるのは難しいですこれをもっと細かく分けていくと どのようなな言葉を教ええればいいか考えやすくなります。くりま例えば引き継ぎメモを読むという行動だけでも発信者の名前を読んだり予定通りだったかを確認したり予定通りでなかった場合はどこから授業を始め始めればいいのかを確認したり欠席者がいたのかあるいは宿題はどのくらいできていたのかを確認したりいろいろなことが必要です。 そして行動リストをそのぐらい細かく分けていくと何を教えればいいかが分かってきます例えばここでお見せしている表現などが自由に使えれば授業の引き継ぎなどもそれほど難しくないのではないかと思いますこのようにまず行動から出発してその後に どのような言葉を教えればいいのかを考えるのが行動中心アプローチです。ここからは今日の3つ目のトピックです。先ほどは日本語教師の行動リストをご紹介しました。今度は皆さんが行動リストを作ってみてください。まず行動リストを作る前に皆さんの強みを考えてみましょう。このタスクの目的は 私や他の日本語教師ではなく、あなたを必要としている人に、ニーズにぴったり合った日本語教育を提供することです。そして、インターネットで発信すれば、そうしたニーズを必要としている学習者とつながることができます。自分の強みを振り返るときに一番簡単なのは、自分の仕事の経験です。まず どのような分野の仕事をしていたのかを考えてみましょうサービス業の場合はホテルや飲食業などによっても行動は違いますし飲食業でもマクドナルドと高級レストランでは全く違うでしょうまた業界ではなく会社の中でどのような仕事をしていたのかも考えてもいいでしょう人事が専門の人と 会計が専門の人でも、やはり行動は全く違うものだと思います。仕事の経験がない人でも大丈夫です。主婦の場合も、例えば、大家さんとの交渉や、水道や電気の料金の支払い、買い物などの行動をリストにしてみてください。ただ、単に主婦だけでは具体的ではありませんから、 小学生の子供を持つ母親が学校や PTA とする行動などにするといいと思います。また、スポーツや音楽などの趣味に関する行動でもいいです。最初にも言いましたが、この行動リストは皆さんがこのコースの後で作る日本語のコースの内容になります。ですから、 全くく言葉を使わなないい。ような行動のリストは避けてくださいただし読むだけで全く話さない行動などでもいいですし逆に話すだけで全く文字を使わない行動ばかりのリストになっても構いませんすごいですがこの行動リストでは文字が教えられないからダメだというのはよくある文系シラバスの考え方です 行動に注目して考えれば、文字を使わない人を助けるには、文字を教える必要は全くありません。行動リストを作るときは、まず目的や場面や相手などに分けて行動リストを作り、それをさらに細かく分けるといいでしょう。できれば50ぐらいの行動リストを作ってみてください。 先ほど日本語教師の行動リストの例でご紹介したように引き継ぎリストを読むよりももっと細かく引き継ぎリスト、あ引き継ぎのメールの発信者の名前を読むというレベ,レベルまで分ければ50ぐらいのリストは簡単にできます今回はブレインストームですいいか悪いかを考えたりするのは来週やりますのでたくさんのリストを作ることが目的です どんな細かいリストになってもいいです。似たような行動があってもいいです。また、間違った行動が入ってしまっていてもいいです。少なくとも50個ぐらいの行動のリストは必ず作ってください。ただし、違う分野の行動をリストに入れるのはやめてください。例えば、観光ガイドの人も家に帰れば料理をしたり、ゲームを楽しんだりすることもあると思いますが、 これらは観光ガイドの仕事に直接関係がない限りリストに入れないでください。それから毎回文系のリストを出す人が特に経験の長い先生の中にいらっしゃるので念のためお伝えします。作っていただきたいのはそうした行動をするために必要な文系のリストではありません。ここではまず行動のリストを作ってください。 今までこの課題を提出されてきた皆さんの行動リストの一部を紹介します。仕事に関するものとしては、フィリピンのリゾートで働く人や、空港の地上スタッフ、病院や介護施設のスタッフ、日本の中学校の先生などの例があります。趣味に関係するものとしては、茶道やコスプレイヤーやツーリングなどの例がありました。 これらを見ると、日本語教師や日本語教師を目指す人が非常に多様なバックグラウンドを持っていることがわかります。また、今回はカナダにお住まいでない人の参加も可能になっておりますので、例えば、来年の春から急に増えることが予想されている日本国内の外国人労働者の職場などでの行動を予測して、その行動リストを作ることなども 認めたいいと思います。それでは、えー、来週までの課題です。皆さんの自分,に自分の強みに関する行動リストを作ってください。少なくとも50個ぐらいをリストにしてみてください。もちろんもっと多くてもいいです。繰り返しますが、一般的な日本語教師は知らないような分野のリストにしてください。カナダ東部時間で、 2018年10月15日の朝11時、日本時間で10月15日の真夜中までに Google Classroom にご提出ください、はいえー。最後に参考文献ですが、まず簡単に読めるものとしては、左側の僕のブログの記事をご覧ください。もう少しきちんと勉強したい人は、えー、この日本語教師のセフアール、 という本を読むといいと思います。さらにもっと勉強したい人は、毎週火曜日に、えー、ズームで行われている、えー、この本の著者と、えー、すいません。この本の著者とこの本を読むという素晴らしい読書会があります。えー、Facebook で、著者と読む読書会、日本語教師のためのセフアール、 と検索すると、この読書会のグループを見つけることができますので、やる気のある方はぜひご参加されることをお勧めします。なお、この Facebook のグループは国際交流基金が運営しているものではありません。それでは、えー、Zoom クラウドミーティングでお会いできることを楽しみにしております。本日のビデオはここまでとさせていただきます。ご視聴どうもありがとうございました。